はい、おはようございます。チェックムです。今朝の体重は 84.8 ということは1キロ減らして 83.8、 やっとね、85キロ台をね、切ることができましたね。はい、今日はね、キャンプに行くので、あとはね、ここら辺の荷物をバッグの中に詰め込んで、食材とかもね、詰めて行ってきます。今日のクソね、まずズボンがこの動きやすいね、だいたいいつも履いているモンベルのトレッキングパンツ、これ夏用なんでちょっと寒いんですよね。なのでこれモンベルのジオラインシリーズのこのね、ちょっと長ズボンタイプのね、ジオラインのやつ入って、でこれで防寒対策します。でこっち、これはね、これもジオライン、モンベルのジオラインシリーズの、これは上ですね、上着で、このね、このジッパーでタートルネックみたいになってるやつね、これを着ていきます。でこれ長袖タイプのやつですね。まあ、これの上に T シャツとか着ようかなと思ってます。でそれと寒い時にポケタブルパーカー、まあ、これは行きとかに着ていく感じですね。昼間は脱ごうかなっていう感じで、あとはこれは、まあ、もしね、寒すぎた時用のウルトラライターダウンのこれベストですね。であとは靴下。もうキャンプの時に僕がね、気をつけてるのは、このね、必ず長袖長ズボン。まあ、長袖、上の方はね、半袖だったりとかするんですけど、ズボンに関しては必ず長ズボンを履くっていう風にしてますね。で、何かっていうと、虫蚊とかね、そういうやつだけじゃなくて、まあ、ダニとかね、そういうの、昼がいるところはあんまり行かないんだけど、まあ、何かしらね、あと、蛇とかもね、長袖、長ズボンの方がね、防御になったりとかもするんで、必ずね、どんなに暑くても長ズボン履いてきます、キャンプは。で、それプラス、あとね、靴下も必ず履くようにしてますね。もう、ここら辺は全部虫対策ですね。草むらに入るときは、必ず長ズボン。っていう感じでやってます。まあ、できればね、長袖合わせてっていう感じで、結構ね、重要なんで、よくね、夏場のキャンプとかで、半ズボンで行っちゃう人いるんですけど、あれ本当に危ないんでね、やめた方がいいと思うんですよね。はい、っていう感じですかね。はい、これから自転車キャンプ行ってきます。荷物がね、すごい。これに、さらに、自転車にの荷台にね、いろいろついてます。じゃあ行ってきます。はい、今日のキャンプ地である城南島海浜公園に到着しました。自転車でね、これからね、受付して中に入りたいと思います。こんな感じでキャンプ場の隣にね、ずっと砂浜があります。ここに泳いだりとかできないんですけどね、砂入ることはできます。あー、風が気持ちいい。ずっと向こうの方まで。ドッグラン以外での犬の話がある。はい、テント張り終わりました。今ね、砂浜の方に入ってきました。いや、今日は天気がいいな。めちゃくちゃ天気がいい。こっち側に来ると羽田空港があるんですよね。ここを登ると羽田空港が見えます。気をつけないと、ちょっと気をつけないと。よいしょ。はい、向こう明るい。ちょっと見えるかな。ちょっと広角で撮ってるからね、全然わかんないと思うんだけど、飛行機飛んでるしね。向こうがね、羽田空港になります。
気良すぎてね、自分がどう映ってるのかも分かんない。このカメラが、カメラのねモニターバリアングルがどうこうとかそういう問題じゃなくてね、真っ暗。ちょっとねサングラスもしてるからね、さらに暗くて見えないんだよって思ったけど。でも気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいいな。いや風もねそこそこあってちょうどいい感じ、強すぎず弱すぎずっていうね、一番いい感じの風ですよ。波の音が聞こえてきた。こんな感じですね。磯の香りもね気持ちいいな。すごい気持ちいい。油断してるとね波かかっちゃいそうだけど。じゃあここのね浜辺をぐるっと歩いてきますかね。ちょっと散歩してきます。ゆったりしてきたんでデジタルデトックスっていうことで読書したいと思います。 iPad でねデジタルデトックスで電子書籍を。夕焼けの中を飛行機が飛んでいきます。いや綺麗だな。卵焼き作ってたら爆発した。これでねこの作り方で卵爆発したの初めてだな。暗くなってきたのでライトアップしました。この申し訳程度のねハロウィン感。一個一個ね一応かぼちゃなんですけどね、完全にね日が落ちたんで夜のね浜辺を、浜辺って言ってももう浜自体は閉まっちゃったんですけど、そのね近くを歩いてきてます。月がねすごく綺麗なんですよ。じゃあ今日ね夜景を撮りたかったんですけど、ちょっとね月が明るすぎちゃって夜景は無理っぽいですね。でもね月に、月の光がね海に反射してすごく気持ちいいです。綺麗ですね。テント点灯しました。種ほおずき明るいね。あとこのカメラめっちゃ明るい。暗いとこめっちゃ明るく撮れる。最高だな。はい、もう今日はおやすみなさい。